はーい、皆さんこんにちは、渡辺玲奈です。すいません、こんな状態でごめんなさい。ちょっと今日すっぴんでもいいですか？前回の動画グッドボタンしていただいた方ありがとうございます。なんとかまだ続けられるギリギリの視聴回数といったところでしょうか。それではストーリーやっていきましょう。あ、穂村の家。前回N109 区のなんか裏社会みたいなところに潜入しようとしたらですね、次の検証のターゲットがなんと、穂村大先生だったわけでございます。ドアを開け、足音を忍ばせ中に入る。すると彫刻やキャンバスや画材が散らかる中、穂村が床の真ん中で横たわっていた。全く動いていない。穂村もう死んだと思ってるやん。足早に駆け寄り身をかがめる。間近で見た穂村の顔は眠っているように穏やかだ。寝てますね、これは。さすがに、いや、さすがにもう死んでるなんてことはねないですよね。まあ確かに、でもこのゲームフラグ立つとすぐ死ぬからな。君、来ていたの。こんにちは。あ、返事をする。何も言わない。どうして？何か言おうよ。返事します。穂村、大丈夫？大丈夫？この主人公バカなの？いや、あんた狙われてるよみたいなこと？もうすぐ言っちゃうタイプ？そういうの。君は優しいね。僕の安否を気遣ってくれるだけじゃなくて、ランチまで一緒に食べてくれるなんて。それで、怪しいやつは見つかったのかな？怪しいやつ、あ、なんだっけ？こいつになんか依頼されてたんだっけ？やべ、そこがすっ飛んでるわ。それで、あなたは自分が N109 区の人に狙われてるって知ってたの？うん。人生における短い苦難ではあるけど、話すと長くなる。でも手短に話すよ。助かります。簡単に言うと、 N109 区のとある人物から絵を描くよう依頼されたんだけど断ったんだ。うん。一枚の絵のためにあなたを殺すの？あなたの絵に特別なところが？それはもちろん、僕の絵の中に自分たちの欲しいものにつながる秘密が隠されているって、そいつらが気づいたからさ。隠された秘密って、彼らが欲しがってるものはあなたの絵の幻影と関係してるの？あ、そうだよね。穂村が描いた絵に触れた人が幻影を見るっていう事件が一度起きてます。それと関係してるのかな。幻影？君は何を見たんだい？あ、そっか、その話穂村にしてないのか。海辺にいる少女だよ。私にはわからない歌を歌ってた。すごく切なそうな声で。N109 区の検証の対象にされてるってことは、あなたはあそこのことを知ってるんでしょ？最近遭遇したあることのために、私は重要なものを探しにあそこに行かないといけない。でも強引に入り込む以外にいい方法が見つからなくて。やめた方がいい。君みたいなハンターがむやみに入ったら、飛んで火にいる夏の虫になる。あなたが無事で安心してよ。じゃあ帰るね。立ち上がろうとした時、突然穂村が私の手を押さえる。動かないで。何？誰かが僕たちを見張っている。嘘、お前といるせいで私まで狙われてんじゃん。私は腕の探査機をタップし、自分と穂村の間に手のひらサイズのホログラムマップを表示させた。裏口から出て近くのショッピングモールを抜ける。その北側から外に出て花屋の裏の路地に回ろう。君は立派なハンターみたいだね。そんなヘラヘラしてる場合じゃないよ。敵が見えないところにいるときはおびき出す必要がある。そんな、また逃げられたか。お、こいつ犯人。こんにちは。誰だ。お、武器も持ってないし防具もつけてない。口が固いこと以外は訓練を受けたようには見えない。うん、しょぼいおじさんでした。俺は本当に殺し屋じゃない。スクープが欲しいだけだ。スクープ、記者ですか？男がもがき、その胸ポケットから一枚の紙が滑り落ちる。週刊アートニュース専属記者長。知ってるの？あ、知り合い？アート関係の低俗な週刊誌さ。セレブやアーティストのゴシップばかりをネタにしている。ああ、週刊文集みたいなことですか。最近僕の身に記事に載せていただけるようなことがあったかな。あのレイウィンっていうコレクターのことだよ。穂村の絵のせいで、ちょっとワンダラーが現れて、レイウィンさんというその絵の持ち主の方が一回怪我をしました。彼が死んだ。
亡くなったんですね。死んだんだ、昨日の夜。なるほど。寝室の浴槽で溺死したそうだ。誰も気づかなかったらしく、翌日執事が見つけた時にはもう助かる状態じゃなかった。寝室の浴槽で溺死？何それ。え、なんかそんな絵のせいで死んだとか、なんか病気で死んだとかじゃないじゃんそれ。聞いた話によれば、レイビンは死ぬ前にナイフで腕や足を何度も切りつけていたらしい。その傷口は鱗のようだったとか。ゾッとするだろう。どういうこと？ホムラ先生、あんたは本当にレイビンの死と無関係なのか？あんたのあの絵が人の心を操れるってのは本当なのか？人の心を操れるって言われてるんだね。うん、そうだとしても君に話すわけがないだろう。それに彼が死んだのは昨夜なんでしょ。僕はどこにも出かけず、ずっとアトリエにいたよ。お悔やみ申し上げることしかできないね。なんか場所が変わりました。知っているかい、海の絵で一番高値がつくのは凪いだ海を描いたものなんだ。へえ、じゃああれなんだね、富岳36景みたいな、あれはすごいんだね。あんなに大荒れしてんのに売れてるもんね。ごめん、急にすごい現実世界の話しちゃった。ちょっとゲームの中に戻りましょう。この間の取引覚えているかい？あ、私それを忘れちゃったんだよ。なんだっけ取引って。もう一回やってくれる？さっきの戦闘、君はなかなか手慣れているようだった。もし僕のボディーガードになってくれたら。うん、一緒に行こう。代用品さえ手に入ればこれは譲ってあげてもいい。その顔まさか忘れていたの？忘れてました。すんまへん。大丈夫さ、君が忘れてしまったことは僕が全部覚えているから。実は N109 区に忍び込む方法をふと思いついたんだよね。お？君、敵が見えないところにいるときはおびき出す必要があるって言っていたでしょ。それなら君は暗転にとって最も価値のある餌になればいい。ふん、つまり私が彼らをおびき出せばいいってこと？彼らに狙われるからには君は彼らの欲しい情報か欲しいものを持っているはず。あとは君に危険を犯す覚悟があるかどうかだ。なんかさ、聖夜はあそこに行くなみたいな感じでさ、私を守ってくれようとするのにさ、この男はさ、どうしてさ、そうやって平気で私をさ危険にさらそうとするわけ？僕に協力するって決めたら、明日の朝白砂湾の布団においで。ああ、もう不当なんだけど。やっぱり来たね。なんか今日すごいドレッシーじゃないですか。え、なんかそんなドレッシーな日だったら私もドレッシーにしてきたんですけど。なんか大丈夫ですか、私だけこんな戦闘服ですけど。はあ、待った甲斐があったな。適度な風と波、まさに出航日和だ。え、こんなこんなに大変な思いをするならいっそのことハイテクな乗り物を使った方が良くないかな。手漕ぎボート？同じ船に乗ったんだから何しに行くのか教えてよ。あれが帽子島、あそこに奇妙なワンダラーが現れたんだ。それを倒すの？そいつのコアにはレアな物質が含まれているんだけど、それで絵の具を作って創作に取り入れたいんだ。コアにそんな使い方が？信じないよ。まずいよ、波が、高い波。え、天気予報って適当だな。左に来いで。船に水が。大丈夫？まだ目が回っている。溺れないで済んだのは私が迅速に対応したからだよ。地面で干からびるくらいなら溺れた方が良かった。異常なし、ワンダラーはいないみたい。帽子島の方についてなら良かった。行こう、ここは広いから忙しくなるよ。ん、何するの？休まないの？山を見て回るのさ。波動は感じるけど
探査機は反応なし、ワンダラーじゃないのかも。その腕時計の感度が心配だ。サンゴは持ってきた？え？またこの前みたいにあなたの血を使うの？君のイボルでやるの。君のイボルをサンゴと共鳴させたら、ワンダラーが引き寄せられてくるかもしれない。やってみる？サンゴと共鳴？わかった。目を閉じて。はい。手のひらに意識を集中させて。はい。どう？温かい力が湧いてくるのを感じる？万物はそれぞれ違ったエネルギーの周波数を持っている。みんな独立した個体なんだ。でも君のイボルは自分の周波数を変えて他と共鳴できる。だから心で感じ取れば相手とつながれる。力を分かち合えるんだ。本当に？君が信じるなら。あ、おう、試してみる。反応がある。役目は果たせたよね。ワンダラが出ました。予想以上の成果だ。本当にワンダラーが引き寄せられるなんて。欲しいものが見つからなければ意味がない。今夜はここで野営しよう。また来た。来ないで。何？ワンダラー？もっと怖い悪魔だ。猫じゃない、かわいい。もう安全だよ。いい。あなたもサンゴに引き寄せられたの？ん？どうしたの？取って食われたりしないよ。来るな。猫みたいな邪悪な生き物はか弱い外見で敵を惑わし翻弄するのは得意なんだ。好きになれない。怪我してるみたい。あなたも見てあげてよ。やめて。同じ場所にいたくない。そいつが消えないなら僕が消える。言葉が分かったの？普通の傷じゃなかった。本当にワンダラーが。おお。傷のところが、あの、なんていうの、普通の血みたいになってるんじゃなくて、ちょっと得意エネルギーみたいな感じになってた。青くなってた。あ、ワンダラーにやられたか。一体何が？触るな。手が。この波動、海からだ。やばい。凛流。凛流って何だっけ。僕の血の方がお好みかい？でも僕の炎は永遠に消えないよ。ずっと座っていたから。うわ、やべ。バカデカすぎる。あいつから離れて。バカデカすぎるから、バカデカすぎるからビビっちゃうけど、着実に行きましょう。任せたよ、ボディーガードさん。ついてきて。一緒に。もう完全勝利。お、すごい。星3つです。まずい。どうして海の中に。ほら。やば、溺れちゃった。急がなきゃ。
そこだ。近づかないで。出ないと君の安全は保証できない。あなたはどうするの。なんで水の中なのに喋れてるの。約束だよ。君が来なかったらどこまでも君を追い続けるから。子供の時のホムラの声になった。行かないで。え、何が反応してるの。私の声に何が反応してる。覚えてないくせに僕を止めるなんて。今回は君は自分で選んだんだ。え、何、助けてくれたね。待って、ホムラが人間になった。はい、というわけで、ちょうどですね、今ショーの区切りのところなんですけれども、どういうことでしょうか。ホムラが子供の時に私は合ってる、合ってるの、私が合ってるの、それともなんか前世の記憶みたいなことなのか分かんないけど、あいつは人魚なのみたいな、ちょっと今大混乱なんですけど、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。続き気になるね。はい、続きが気になるという方はぜひグッドボタンとコメントよろしくお願いします。このシリーズもね、どんどん続けていければいいなと思っておりますので、皆様引き続きよろしくお願いいたします。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。わたあめれいなでした。バイバーイ。